パリ・バンコク博覧会パリ・バンコク博覧会左のドイツパビリオンと右のソビエトパビリオンがあるエッフェル島1937年のパリ・バンコク博覧会は1937年5月25日から11月25日までフランスのパリで開催された国際博覧会であるフランスやドイツ、イタリア、ソビエト連邦、スペイン、日本、 アメリカなど世界各国から44カ国が参加し、185日間の会期中3104万人が入場した。パリで開催された国際博覧会では7回目となる、閉会から2年も経たずに勃発した第二次世界大戦前の不穏な世界状況を反映した万国博覧会だと評価されている。当時、 第一次世界大戦の敗北から急速に立ち直ったナチス率いるドイツと共産主義国として諸外国に対して国力を見せつけようとしたソビエト連邦がヨーロッパにおける派遣を争っており国際的な緊張が高まる中での開催であったドイツとソビエト連邦のパビリオンが向かい合って建てられていたことは象徴的であるまた当時は スペイン内戦の最中であり、スペイン第二共和制政府によるスペイン間には、ピカソのゲルニカが出展された。直前の国際状況1935年3月、ドイツの再軍備宣言7月から8月コミンテルン第7回大会。反ファシズム人民戦線の提唱1936年3月、ドイツが ロカルの条約を破棄し非武装地帯のラインラントに、新中6月フランス人民戦線内閣の成立7月スペイン、内戦開始当時経済不安と内政の混乱にあったホスト国のフランス間の建設が、労働者のストライキなどの影響を受けて大幅に遅れ、完成したのが開会後となるなど、波乱が多い博覧会でもあった。会場長官図テーマは、近代生活における芸術と技術。 1878年パリバン国博覧会の際に建てられたシャイオーグーが大改装されこの展覧会のためのパビリオンとなり、またセーヌ川市には美術展示場としてパレド東京が建設された。生活に密着したテクノロジーの一つとしてラジオに焦点が当てられ、放送の仕組みの展示や放送スタジオを備えたラジオパビリオンが建設された。また、 テレビの実験も行われた。1937年6月14日から閉会後の12月11日まで音と水と光による芸術イベント光の祭典が開催された各種パビリオンはライトアップされ噴水や花火が会場を彩った。また花火の BGM がメシアン、オヌゲル、ミオウ、イベール、フローラン・シュミット、ケックランなど 当時フランスで活躍していた18人の作曲家に移植された。この音楽ではシンセサイザーの先祖とも言える電子楽器温度マルトノが活躍したメシアンが作曲した温度マルトの60奏曲美しい水の祭典はこのイベントのための音楽である。日本からは中島広吉が出展したゴールドグラス唐草模様を8が ガラス工芸の分野では日本で初めてグランプリを受賞した。ありがとうございます。